大丈夫です。では、始めたいと思います。 NGS データから新たな知識を導出するための工事解析ということで、ご紹介に預かりました理研の尾崎と申します。で、まず初めにですね、紙の資料をお配りしているんですが、諸事情により内容が変更されているため、最新版を見ながら聞きたいという方は、こちらの、統合データベース講習会のホームページに行きますと、講習資料こちらってなっていて、ここをクリックすると、こっちのページが出てきて、ここにあります、この解析用コードって書いてあります。ここをクリックしていただくと、こういうページが出て、ここのスライド .pdf っていうのがありますので、そちらを見ていただければ、これから話すスライドと同じになります。本日の流れなんですが、午前の部と午の午の部がありまして、午前の部は、講義で、午後の部は、講義と実習ということをやりたいと思います。途中にちょっとホームページを見てみましょうとか、そういうことも入りますが、適宜、お付き合いいただければと思います。あと、質問についてなんですが、いつでも質問を受け付けますので、よくわからなかったとか、それどういうことなんだよって言ったら、止めていただいて結構です。関西の方が多いと思うんですけど、なんかただ座ってるだけだともったいないっていう、元取れみたいなのがあるんです。で、講義の目的と到達目標なんですが、目的は自ら取得した、あるいは、公共データベースから取得した NGS の定時解析済みデータの工事解析の方法を学ぶ。ここの定時解析、工事解析っていうのは、確立された用語ではなくて便宜上使っているだけなんですが、後で説明させていただきます。で、あと、到達目標としては、NGS データの形式、データフォーマットを理解することと、NGS データ工事解析の基礎知識を理解することで、午後になりますが、実際に自分でコマンド打ってみて、その、体験をしてみるという。あと最後に、基本的にこういう講習会だと、講習会終わった後何したらいいんだっていうのが結構、聞かれることがあるので、ご自身の問題意識に応じて解析の方法を調べるにはどうしたらいいのかっていうノウハウを少し、紹介できたらと思います。で、内容としては、まず工事解析のことと定時解析のことを話した後に、工事解析の具体的な基礎知識を話して、実習で、最後に、自分で学習するにはどうしたらいいかということを話します。で、時間がちょっと読めないところはあるんですが、その定時解析かデータフォーマットぐらいまで終われればいいかなと、午前の部については終われればいいかなと考えています。ではよろしくお願いします。で、まず初めにですね、NGS データ解析をしたいってなった時に、いくつか方法があります。なんでかって言いますと、皆さんは別に NGS、多分 NGS データ解析、俺はもう解析自体が好きなんだって方もいるとは思う、結構いると思うんですけど、本当に大事なのは論文書けるかどうかだと思うので、その論文書くのに、最短のルートは自分にとって何なんだろう、最良のルートは自分にとって何なんだろうということが、あると思います。で、いくつか挙げさせていただきました。一つは、オープンソースソフトウェアを使うっていうことです。これは、そのコマンドラインとか、CUI って呼ばれる、いわゆるなんか黒い画面があって何かポチポチするっていうことをやるっていうことになります。で、これのメリットとしては、世の中にそういう解析ソフトウェアっていうのはたくさんありますので、それらを組み合わせることで、さまざまな解析ができるっていうことになります。一方、デメリットとしては、そういうプログラミングとかを学んだことない人っていうのにとっては、最初の導入、技術導入に時間がかかるっていうことがあります。で、2つ目が、ウェブサービスを使う。ここの
LBDC の講習会で何度か取り上げられているような、例えばギャラクシーといったそういうウェブ上でデータ解析をするっていうツールが、いくつかあるんですけど、そういったものを使うっていうことができます。で、それのメリットとしては簡単であること、でデメリットではない、どこまでできるかっていうと、まあ、その、ウェブサービスが提供している機能次第、そこまでしかできない、そこまではできるっていうことになります。あとはそのクローズドにしなきゃいけない医学系のデータとか使っている方にとっては、その外部のサーバーにデータを置けないっていう、そういう制約もあるかと思います。で、あとは3つ目は、有償ソフトウェアを使うっていうことです。ここでその具体的な商品名出していくか分かんないんですけど、まあ、GUI グラフィックユーザーインターフェースっていって、要はクリックでそのデータを解析できる、かなり、高度な解析もできるっていうものが、世の中では市販されています。なんか商品名とか後でこっそりおっしゃいますよ。で、あとはなので、導入はすごく簡単です。ただ価格は有償です。で、どこまでできるかというと、それもやっぱり提供されている機能次第になります。で、あとは、4つ目はそのドライ、いわゆるドライの研究者との共同研究をするということになります。で、その最初に始めるコストっていうのは、多分その自分と相手の関係次第だと思います。で、あとはどこまでできるかっていうことに関しては、その、まあ、ウェット同士の共同研究でも同じだと思うんですけど、その基本的なことだけをお願いするっていうパターンと、かなりオーダーメイドな解析までお願いできるっていう、それも、ケースバイケースだと思います。で、多分ドライ、普通共同研究って無償だと思うんで、もう無償なのかな。あとは最後に、その企業、解析を、データを渡して解析をしてもらうっていう、企業にしてもらうっていう形があります。こういう会社は結構ありまして、で、まあ、そういうのをお願いしたらできるっていうことなんですけど、その企業での、どこまでできるかっていうことに言うと、まあ、業者にもよりますが、基本的な解析、そんなにこう、凝った解析とかじゃなくて、よくある解析をやって、それを納品するっていう形で終了することが多いです。と、まあ、ここまで大体こんな、選択肢があるんですけど、これからお話しすることは、一番上のオープンソースソフトウェアを組み合わせて、なるべくいろんな解析をしましょうということを、やり始めるにはどうしたらいいかというモチベーションで、お話しさせていただきます。ここまで最初に工事解析って言って、工事解析って何だっていう話なんですけど、これは、さっきの太田さんが昔作ってたスライドをパクっただけなんですけど、ちょっと薄いです。よく NGS 解析っていうと、何ですかね、ポイントってあります、これか。NGS 解析っていうと、こうなんかさ、実験がサンプリングがあって、ライブラリープレップがあって、シーケンシングがあって、で、まあ、データ解析したらこう論文書けるんじゃないかっていうイメージがあるんですが、実際にはこう、まあ、実験がここから、たくさん、まあ、あって、その後にその解析って呼ばれているものの中に、実はそのQC クオリティコントロールと呼ばれる、まあ、そのバリデーション、そのデータ解析におけるバリデーションだと、このデータがちゃんと取れてるか、このデータ解析パイプラインの途中が、うまくワークしてるかっていうことの、クオリティコントロールが必要になります。また、フィルタリ、データの中でノイズ的になってるようなもの、例えばそのリードの塩基が読めてないものだったり、アダプターの怠慢になってるようなリードをフィルタリングするなどのステップが、入ります。で、その後に、まあ、マッピングやアセンブルなど、先ほど太田さんが紹介していたような、解析処理をして、まあ、それについてもやっぱりまたクオリティコントロールをまたします。で、その後に、やっとその自分のバイオロジーとかモチベーションに沿った、あとはそのシーケンシング手法に沿った目的別の解析ができるようになります。で、この目的別の解析ができて初めてこうなんかフィギュアとかができて、その論文
とかストーリーが描けるということになります。で、さっきから工事解析って言ってるんですけど、なんだって話で、そんなに確立された定義ではないのですが、そのこちらですね、さっきのデータ解析の中にもこう何段階かステップがあって、その中で、生データから、中間ファイルやって、その、フィルタリングとかして、あとマッピングしたりアセンブリした、そういうデータを何らかの一時解析とか定時解析済みのファイルとここでは呼んでいます。で、そういったものをさらにいろんな解析をすることで、図や表になって、さらに仮説を導出したり仮説を検証したり、知識が導き出されたりするということになります。で、ここで重要な点としては、定時解析だけだと論文にならないということで、もう一つは、定時解析は、かなりルーチン化してて、どのデータでも大体に似てるようなことがある。どう例えばどういう生き物に言いますけど、そんな例えば体内時計やってる人と肝臓の体内時計やってる人とがんやってる人で同じ、例えばアルネシークやってたらそんなにここまではやることは変わらないんですが、工事解析になるとその自身のバイオロジーだったりテーマに沿った多種多様な解析があり得るということでになります。なのでそういう意味で工事解析っていうのはどう講習会をしたらいいかっていうのがかなり難しいっていうこともあります。で、ちょっと繰り返しになりますけど、そういう定時解析っていうのはルーチンなんですけど、そこからその知識っていうのを導き出すためには、工事解析が必要であって、かつここが難しいんですが、工事解析っていうのはしばしばその、なんだ、これをやったら、なんか論文書けるっていうわけじゃなくて、いろんな試行錯誤が必要になるっていうことになります。ここが、NGS 解析、NGS 使いましたって割に研究室から論文出てないっていうことの原因になってると思うんですけど、要は、工事解析がボトルネックになっているということがあります。で、これをもうちょっとデータ解析、バイオのデータ解析じゃなくて、一般のデータ解析に、無理やりつなげて解釈すると、探索的データ解析という言葉がありまして、中期さんという昔の統計学者が提唱したんですけど、これは、探索的データ解析というのはその拡張的データ解析との、対比として彼は提案していて、拡張的データ解析とは何かというと、科学、特に生物学の世界でよく用いられるこう対象群と、刺激群などの間でのその優位差を見るなど仮説検定への偏重を批判した言葉になっています。で、その探索的データ解析っていうのは要はそのデータをまずデータが得られたらそのデータをよく観察して、そこからそもそもそのデータが どのような生物現象から出てきたものなのかっていう仮説を導出することを始めなさいというような提唱になっています。で、具体的にじゃあ何するのかっていうと、まずデータをいろんな可視化テクニックとか、要約量だったり、ストラティファイ、層別したりして、データの特徴を観察するっていうことになります。で、これを NGS データ解析に、無理やり引き付けますと、さっきの定時解析っていう話をしたんですけど、定時解析をした後のデータ、マッピング済みのデータだったり、こう各遺伝子の発現量がいくつですよって定量されたデータだったり、もっと言うとこう発現、条件間で発現が変動する遺伝子のリストが得られたところだったり、そのあとはチップシークみたいな転写因子結合領域を見つけるようなデータだと、もう実際マッピングも終わって、そこからピーク検出でそのピークゲノム上どこにありますよってリストが得られたようなところからむしろデータ解析というのは始まるのかなということになります。で、データを観察する方法としてはその、統計量を要約したりとか可視化をしたりとか、あとはそのピーク
集合だったり、発現変動遺伝子集合に濃縮する何らかの特徴を見つけたり、例えばモチーフだったり、ジーンオントロジーだったり、パスウェイだったりということからデータを観察して、何らかの仮説を導き出すっていうのが一つあると思います。あとはデータを分類するっていうことがありまして、例えばクラスタリングっていう、これはそのデータ自体から分類を、クラスターを見つけるっていう方法ですね。あとはそので、例えば遺伝子だったら、この、遺伝子のなんとか遺伝子群とかなんとか遺伝子群ってあらかじめ、知識があったら、それに応じて分けてみて、それぞれ分けた時に何か特徴量が違うかということを観察したりする。あとは他のデータの結合ということに関して言いますと、チップシークのデータと RNA シークのデータがあった時に、そのある転写因子のチップシークのピークが近くにある遺伝子とそうじゃない遺伝子で分けた時に発現量がどう変わってるかとか、あとはそのさらにまた別のチップシークのピークと重ねた時に、その組み合わせのとの対応はどうなってるかなどを見たりするということになると思います。で、このようにこっちのこの図に、はい、これはそのデータを集めて、いろいろ考えて仮説を立てて、仮説を検証してまたデータを集めっていう、そういう試行錯誤をするっていうことが重要になってくると、考えられます。なので、NGS データの工事解析において重要なのは、その何度も試行錯誤できる技術を身につけるということになるかと思います。で、次に2016年の NGS を取り巻く状況についてお話ししたいと思います。かなり当たり前ですけど、 NGS データを取得するのはかなり当たり前になっていて、分野によっては違うかもしれないですけど、そうすると昔は NGS をその分野で初めて使っただけでトップジャーナルに載るっていう時代もあったんですけど、今後はちょっとそういう戦略は取りづらいので、工事解析でどこまで、面白いことを言えるかということがで差がつく時代になっています。で、あとはそのシーケンシング技術の方についても、かなり日進月歩でありまして、丸々シークっていうのが本当に月に何本も、トップジャーナルだったり、あとはプレプリントサーバーであるバイオアーカイブで発表されています。で、その丸々シークにっていう新しいシーケンシング技術に注目する理由は何かというと、新しいシーケンシング技術っていうのは必ず何らかの今まで測定できなかったものを測定できるので、それによって見れるものをちゃんと解析したらかなりインパクトが高いジャルになる、論文になるからということがあります。で、キーワードとしては微量化、1細胞レベルなどのシーケンシングができること、あとは同時化、 RNA と DNA メチル化などを同時に取るなどの、研究開発の方向、あとは大規模化、数万個の細胞を一気に、シーケンシングするという技術が、ドロップセックなどですでに、開発されています。で、あとは多様化、特に塩基修飾とか翻訳語修飾に関して化生化学的な技術を用いて、多様なそういった生命現象を取るということが行われています。で、なので、繰り返しになりますが、こういうシーケンシングでも、先ほど太田さんがデータ処理って言った過程、ここでは定時解析って言ってる過程は、割とルーチンだったりこれまでの方法が使えるんですけど、そこから先になると個々の実験手法やテーマに適した解析っていうのを、試行錯誤する必要があります。で、あとは、3つ目としましては、 NGS データ用の解析ソフトウェアっていうのは、これもまた、かなりたくさん、いろんな目的のものが出ています。で、これどれを使ったらいいかもうパッと見ても分かんないっていうような状況になって、一方で、こういう解析やりたいってなったら、なんか実はその誰かが作ってくれたソフトウェアを使うだけで簡単にできるっていう状況も生まれうるのかなということになっています。で、あと、データ解析
に対していい状況としましては、先ほど太田さんも話してたんですけど、その次世代シークエンサードライ解析標本というとても良い本が出てるので、これは興味ある方はぜひ買ってください。あとはその NGS ハンズオン講習会の資料もすごい、かなり充実してるので、これはその自習したい人にはすごい良いと思います。あとは最後にその、現在の状況としまして、そのデータが、かなり蓄積してい ているということになります。太田さんも先ほど言ってたんですけど、まあ、公共レポジトリもそうですし、あと大規模プロジェクトっていうのが、結構そのポータルで、データをデータを公開しています。エンコードプロジェクトだったり、ロードマップエピゲノミクスプロジェクト、あとはモッドエンコードプロジェクト、これは、線虫やハエのデータです。あとはファントムプロジェクト、利権のプロジェクトだったりします。あとは二次データベースっていう、まあさっきも太田さんが言ったんですけど、ざっくり言うと まとめサイトみたいなもので、その解析済みのデータだったり、このデータはこういうメタデータがついてるよっていうのが簡単に検索できるようになってます。で最近便利かなと思ったのが、このシストロームデータベースっていうものでして、これはそのチップシークのデータを、まあ、チップアトラスと被ってるんですけど、そのチップシークのデータを、ピークコール検出して置いてあるっていうものになります。あとは、今回アンケートで、メタゲノムやりたいって方が何人かいて、ちょっと自分はメタゲノムが専門じゃなかったので対応できなかったんですけど、EBI メタゲノミクスっていう EBI が作っているデータベースがありまして、そこはそのメタゲノムをの蓄積されたメタゲノムデータを解析した結果などを出しているので、興味のある方はぜひご覧ください。次に NGS の、じゃあさっきまで工事解析の話をしてたんですが、定時解析についてお話ししたいと思います。工事解析のためのファイルを作るのが定時解析だと、ここでは定義します。定時解析っていうのは、例えば RNA-seq だったら、各サンプルで各遺伝子がどのぐらい発現してたかっていう行列データだったり、チップシークだったら、その転写因子結合部位の位置とそのピークのリード数の表だったり、あとはメタゲノム解析だったら、各サンプルにどのタクソンのリードが何個あったかっていう行列データなどになると思います。で、こういうデータは、かなりこういう定時解析済みのデータを取るところまでは、プロトコルがかなりルーチンになりつつあるんですが、工事解析については、いろいろこねくり回すことが大事になるのかなと思います。で、先ほどちょっと述べましたが、定時解析でよくあるパターンとしては、マッキング前にリードのクオリティチェックをして、リードをフィルタリングすることで、すいません、これ、リファレンスゲノムだったり、何らかのゲノムのコンティングがあるような場合を想定しています。あと、リードのマッピングで、ゲノムやトランスクリプトームのインデックスっていうのを作ってあげて、で、マッピングをして、マッピング結果のクオリティチェックを行う。で、RNA-seq だったら発現量の定量を行うし、ピークの検出、チップ seq だったらピークの検出を行うということになります。例えば、RNA-seq だったら、ファスト QC っていう、その、リードのクオリティチェックをするツールをかけて、カットアダプトっていう、その、リードをフィルタリングするようなソフトをかけてあげて、トップハットで、RNA-seq のリードをゲノムにマッピングして、カフリンクスやカフディフで、発現量を定量したり、発現変動遺伝子を取ったりっていう、することになります。で、あとはチップシークだと、ファスト、途中まで同じで、ここでは膨大っていう、マッピングソフトウェアを使って、ゲノムにマッピングして、MAX2 や GEM といった、いくつかある、その、
チップシークのピーク検出ソフトウェアを使ってピークを検出するということになります。で、ここまでが、ざっくり、定時解析をするっていうことを話したんですけど、じゃあ定時解析済みのデータを取得するということをお話しします。で、今言ったように何らかの方法で自分のデータを取るっていう方法と、あとは公開データ、公開データのうち生データっていうのは、ダウンロードした後に同じように自分で解析するんですけど、解析済みのデータをダウンロードしたり人からもらうっていうことによってそこからいきなり工事解析を始められるということがあります。で、データのダウンロードっていうのを今から実際にしてみたいと思います。その前にエンコードプロジェクトって先ほど紹介したんですけど、エンコードプロジェクトは主に人とマウスのデータを大量に取るというプロジェクトになっていますが、エンコードプロジェクトのデータユースポリシーっていうのを見るとそのかなり太っ腹でして、その外部のユーザーは勝手にダウンロードしていいと、で解析して勝手にその結果を公表していいと。でこのリリースってどういう意味かといいますと、エンコードプロジェクトが面白いのはそのデータをそのデータについて論文書く前にデータを自分のところのサイトからリリースしてるんですね。なので今も、データが出続けてるんですけど、そのデータが出た途端に解析してしまえば彼らよりも早く論文書けてしまうっていうことになります。でそれを認めてるっていうのがこの文章になります。で、ここになんか一応そのアンパブリッシュドなエンコードデータを使う人はそのデータを作った人にコンタクト取ってくれると嬉しいけど However this is optional ってなってるんで、まあ勝手にやっていいよっていうことですね。で、なのでせっかくなのでここでエンコードプロジェクトのチップシークデータを実際に取ってみたいと思います。お手元のブラウザを開いていただいてこのサイトにアクセスしてみてください。まだアクセスできてない方はいらっしゃいますか？はい、皆さんこういうページが出てきたかと思います。でですね、これがエンコードプロジェクトの、ポータルサイトになっています。でここでデータっていうのをクリックします。でデータの中にマトリックスとかサーチとかいうのがあります。でマトリックスをまずクリックしてみると、さっきのなんか太田さんがこう出してるやつと似てるんですけど、その行が、細胞だったりどういう組織から取られたかっていうことが書いてあります。で、横がそのどんなその NGS のデータを取ったかっていうことになります。で中の数字がそういうデータが何個あるかっていうことです。まあ、結構歯抜けが多いんですが、かなりこの辺の K562 とか HEPG2 とか GM なんとかについてはかなりいろんなデータが取られています。でチップシークとか DNSSEC とか、RNAseq だけではなくて、その eClip っていうその RNA バイニングプロテインの結合みたいなものだったり、shRNARNSSEC っていってその何らかのノックダウンをした時に、やった RNAseq の結果だったり、ケージだったり、あとは DNA メチル化を見たデータなどもあります。
なので、もしご自分の、人とマウスなんですけど、あとはそのモッドエンコードのデータもあるんで、一応その、なんだっけ、線虫とかハエのデータもあります。なので、こういうのをダウンロードするっていうことができます。で、あと、データの見方としてもう一つ、ここのデータをからのメニューから、サーチっていう方を、選択していただけると、こういう画面が出てくると思います。で、これは何かっていうと、ここのウィンドウでキーワードを入れることもできますし、こういうカテゴリーを選ぶことでどんどんデータを絞り込んでいくっていうこともできます。で、ちょっと試しに。で、この横のカテゴリー、横にこういろんなカテゴリーが書いてあります。で、やっていただきたいのが、これです。ちょっとこれを試しにやってみてください。このアッセイっていうカテゴリーから、DNA バインディングっていうのを選んでいただいて、次にアベイラブルデータっていうのが、下の方にあるんですけど、そこからベッドナローピークっていうファイル形式を選んでみます。で、オーガニズム種ですね。から、ホモサピエンスを選ぶ。で、バイオサンプルタイプからステムセルを選択。で、ターゲットオブアッセイ。これはなんか、その実際にどういう分子種を見たかっていうことなんですけど、そこからトランスクリプションファクターっていうのを選ぶ。まだできてない方いらっしゃいますか？では次です。で、そうするといくつか絞り込まれたと思うんですけど、その中で、このチップシークオブ H1HESL の、SUZ12 っていうのをクリックしてください。そしたら、そこにそのデータの、いろんな情報が入ってるんですけど、下の方に行くと、こういう行がたくさん並んだところが、ここです。こういう行がたくさん並んだものが出てくると思うんですが、その中で、このデータ形式のところがベッドナローピークって書いてあって、で、ここの部分がオプティマルアイディアルスレッシュホールディットピークスって書いてあるものがあったら、それを、このダウンロードのボタンをクリックすることでダウンロードができます。それで、ちょっと繰り返しになりますけど、アッセイカテゴリーから DNA バインディングを選んで、アベイラブルデータ、これ、ここからベッドナローピークを選んで、オーガニズムからホモサピエンスを選んで、バイオサンプルからステムセルを選んで、違った。
ターゲットオブ発生から ターゲットオブ発生からトランスクリプションファクトを選ぶ。でそうすると多分一番上にこれが出てくるので、これをクリックするとこういう画面になります。で、下の方をスクロールしていきますと、このローデータとプロセストデータっていうのがあります。で、ローデータっていうのはいわゆる生データになります。ここを見てもらえば分かるんですけど、500メガぐらいあります。これをみんなで一斉にやると多分 Wi-Fi が大変なことになるんですけど、プロセストデータの方でファイルタイプを見てて、この辺にベッドナローピークっていうのがあります。でさらに、アウトプットタイプっていうのでオプティマルアイディアルスレッシュホールディットピークスっていう、これはそのエンコードプロジェクトのデータ解析パイプラインで、かなりクオリティが高いピークを選んでいるよっていうものになります。でそれでここをクリックするとダウンロードが開始します。で、今ダウンロードしたファイルっていうのを、Windows でどうやって開くか僕はちょっとわからないんですけど、なんかテキストなんとか、テキストなんとかとかで開けるかもしれない。開きますと、なんかドットベッドって書いてるからどんなファイルなんだろうって思うと思うんですけど、実際にはこういうその1行に、ゲノム上のどこにピークがあったかっていうのをひたすら書いてある表になってます。こう多分そのテキストエディターかメモ帳かで無理やり開くとこういうのが出てくると思います。大丈夫ですか。はい、はい、ああなるほど、確かにそうです、そうです、まさにおっしゃる通りタグ区切りファイルなので Excel にコピペしても多分管理はしやすいと思います。そっちの方がいいこともあると思います。で、なんでこうダウンロードしていただいたかっていうと、実際こういうふうにダウンロードしてその後にじゃあこのファイルを使って表示解析ができるっていうことを示すためでした。すいません。では、ちょっと、エディターによっては開きづらいということが分かりましたので、ここでは、開くことはそんなに重要じゃなくて、あとでその解析ツールで、そのデータを処理させるっていうことができればいいので、先に進みたいと思います。で、なんか工事解析の実際何ができるんだっていう実例があった方がいいと思うので、いくつか、例を紹介したいと思います。一つは、これは2015年に出た論文なんですけど、そのヒストン収縮領域の長さと、癌抑制遺伝子の関係という、テーマの論文です。これは何をやってるかといいますと、まず癌抑制遺伝子っていう PTEN などの癌抑制遺伝子があった時に、そこの H3 系トリメチル化のヒストン収縮を見ますと、
ハウスキーピングの遺伝子に比べてかなり長い領域にそのようなヒストン修飾が広がっているということがまず入り口としてありました。でこれをこの領域の長さと領域の最大のリードの高さ、リードが何個重なっているかっていうのをプロットしてやると、プロットしてこれ一個一個の遺伝子、一個一個の点が遺伝子になってるんですけど、やると、長いピークのここの幅が長いものとピークの高さが高いの、2つの遺伝子群があるということが、見えました。でここから始まって、さまざまな解析をして、この修飾の長いっていうことが転写伸長活性と相関していることが明らかになって、さらにはそのこのヒストン修飾領域がなこんな幅が広い長い遺伝子っていうのをノックダウンすると、細胞増殖が更新することから、このような、ヒストン修飾の特徴っていうのはがん抑制遺伝子一般的な特徴なんじゃないかということをディスカッションしている論文になります。これがノックダウンの結果です。ちょっとだけ、細胞増殖更新する、ノックダウンで更新するということから、がん抑制遺伝子を取れてるんじゃないかっていうようなディスカッションをしています。で、ここで重要な点としては、こういうヒストン修飾の特徴量で、遺伝子を分けることで、その各遺伝子に何か、濃縮するような別の特徴はないだろうかっていう探すような発想になります。で2つ目なんですけど、これはパイオニア転写因子がどこに結合するかっていう、テーマです。パイオニア結合因子っていうのはそのヌクレオソームが閉じたところに結合して、そのクロマチンを緩めるような転写因子のことなんですけど、CNIC と呼ばれる転写因子のチップシークのピークを、MNAS のデータは、ヌクレオソームの位置が分かるデータです。それに重ねて、つまりこっちが、CMIC のピークでこっちが MNAS の、ピークなんですけど、その MNAS のピークに対応付けた時に、MNAS のピークがあるところとないところ、要はそのヌクレオソームがあるところとないところでそのチップシークのピークを分けて、それふうにどういうモチーフが濃縮するかということを見てあげています。そうするとそのMNAS がない、つまりヌクレオソームフリーのところっていうのは、には、こういったモチーフが出て、そのヌクレオソームがあるところっていうのは、こういったモチーフが出ている。でこれが何かって言いますと、何が重要かと言いますと、その E ボックス、どっちも E ボックス用の、モチーフが出てるんですけど、ヌクレオソームに結合しているサブグループについてはここの真ん中の、モチーフがディジェネレートしています。で、これらをさらに、解析することでホメオドメインの、モチーフが出てくることから、CMIC がヌクレオソームがあるポジションに結合するときにはそういうファクターが必要なんじゃないかというようなディスカッションをしています。これ以外にも、その立体構造とかいろんな、ディスカッションがあるような論文になっています。で、3つ目が、モチーフセントラリティアナリシスオブチップシークという、これは自分の論文なんですけど、クロックという体内時計の転写因子のチップシークから新規モチーフを発見したという方法です。ここで言っているモチーフっていうのは、シーケンシングロゴみたいな、ここの位置は A の塩基が何個あったっていうものじゃなくて、実際に、こういうふうにどの配列が、クロックの転写に寄与しているかっていうことになります。それをこうチップシークの解析の新しい手法っていう MOX というものを作りまして、そこから、そのクロックのチップシークデータを解析することで、カノニカルな E ボックスじゃなくて、これまでその実験的には K
検証されてこなかった、EBOX から二塩基地感があるようなモチーフっていうのを取ることができました。でこれはそのルック発生で実験して、他の二塩基地感っていうのは逆にルック発生で活性が出ないっていうことも、見ることができました。で4つ目ですが、エンハーサーの性質と遺伝子発現の関係というもので、これは、チップシークのデータから遺伝子を分類してその発現の、違いを見るという仕事になります。これは、例えばまずエンハンサーの定義なんですけど H3K4、モノメチル化と H3K27 のアセチル化が両方ある場所でエンハンサーを定義してあげて、でそれで、遺伝子が単一のエンハンサーがあるものと、多数のエンハンサーがあるもので分けてあげる。具体的には1個、2個、3個、4個以上と分けてあげると、その発生分化値における、発現の変動の大きさが違うということを見たり、あとは、通常のエンハンサーとスーパーエンハンサーでそのような違いがどうなっているかということを観察したり、あとはそのディスタルっていう遠位の遠いエンハンサーとプロキシマル、近位のエンハンサーで、どのような違いがあるかっていう、そういう、要はチップシークっていう別の、RNA シークとは別のデータから、遺伝子情報を分けてあげて、そこに濃縮する、発現量の特徴を見たという研究になります。で、あと、ちょっとこれはトリッキーなんですけど、異時間推定、シュードタイムエスティメーションというものがあります。これは、シングルセル RNA シークで、最近よく用いられている方法でして、バイオロジカルのテーマとしては非同期的な細胞分化というのがあります。細胞分化の刺激を与えるんですけど、その時系でそれをタイムポイントとっても全ての細胞が分化するわけではなくて、分化した細胞とも分化した細胞が混ざっているというような系になっています。で、ここで一回そのタイムポイントの情報を忘れてしまって、その電子発現データだけから細胞を並べ替えるっていうことをします。で、その並べ替えた、ところ、並べ替えた、これが並べ替えたというか、その二次元に遮影した図なんですけど、そこから、ここからここまでの距離っていうのを、この、ネットワークというか、ツリー上で、数えてあげて、それを疑似感、シュードタイムとして、取ってあげると、いろんな遺伝子を普通のタイムポイントで並べた場合と、そのシュードタイプで並べた場合っていうことを比較することで、そのタイムポイントを見てただけでは隠れていたその分化に応じた細胞、遺伝子発現の応答っていうのが見えるようになったという研究になります。このように工事解析することによって、いろんな知見を導き出すことができるということが分かります。お昼にしましょうか。いいですか。はい、はい、それでは、午後の講義を再開したいと思います。午後の講義ではまずはじめに、NGS データのファイルフォーマットの説明をして、その後に、解析のツールや統計手法の話をして、実習をしたいと思います。まず、ファイルフォーマットとは何かということなんですが、データを記述するためのルールです。仕様、スペシフィケーションとも呼ばれます。で、目的に応じて、どういう生物学的なデータを表現したいかということに応じて、様々なフォーマットがあります。で、解析ソフトウェアというのは、ある特定のフォーマットを想定して設計されているため、別のフォーマットだったり、フォーマット通りに書かれてないファイルを入れるとエラーが出ることがあります。で、NGS データ解析でよく使われる、フォーマットなんですけど、そのデータフォーマットが何を表現したいかということで分類できます。一つが塩基配列、一つというか、何を表現したいかというのに関して、
塩基配列やアライメントや区間、あとはゲノム座標上の数値データといったものがあります。これらについて詳しく説明していますいきます。あとは最後にゼロベースとワンベースというルールについても説明します。まず、塩基配列というのは、ご存知の通り ATGC からなる文字列です。で、ゲノム配列というのも、また塩基配列なんですが、一般バクテリアとかはちょっと違うんですけど、その、まあ、人とかマウスとかは、その染色体が複数あるため、ゲノム配列というのは複数の、塩基配列によって記述されます。で、塩基配列には、複数あるときは、染色体名というかその配列のラベル と、その染色体というかその塩基配列の何番目の塩基がどの塩、ATGC どれかという情報になります。で、この何番目という情報をここでは座標と呼びます。で、ご存知の方も多いと思いますが、ファストフォーマットというのが、一般的な塩基配列の情報を載せる、フォーマットになっています。ヘッダーと配列から分かれていて、ヘッダーは、この記号で始まります。始まって、その後に、何らかの、ラベルを置いてもいいですし、このラベルがなくても、大抵のソフトウェアでは動きます。で、すみません。この例は、アミノ酸配列なんですけど、まあ、そういうバイオにおける配列を表すフォーマットになっています。で、次に、次世代シークエンサーデータの生データでよく使われるファストキューフォーマットというのがあります。これは、塩基配列の情報だけじゃなくて、こっちが塩基配列の情報で、あとは、クオリティスコアといって、その各塩基を読み取ったときに、その塩基の読み取りの精度がどのくらいかを表すスコアの両方を持っています。で、これはなんか変な記号で書かれてるんですけど、これは ASCII キャラクターといって、その各文字が数字に、数字として、すみません、各文字が数字に対応付けられているんですね。で、それで、その数字がクオリティスコアを表しています。で、例えば、この、ここの A の塩基の時に、下にパーセントって書いてあって、このパーセントっていうのは ASCII コードだと4に相当するので、ここのクオリティスコアは4だということがわかります。では、このクオリティスコアというのが、実際には何かと言いますと、フレッドクオリティスコアというものになっています。これは、その、塩基の読み取りがエラーである確率を P としたときに、その P をこの式で変換した値になっています。で、ざっくりした解釈で言うと、大きいほど、このフレッドクオリティスコアが、大きいほど信頼度が高いです。で、この変換表については、ASCII コードの、Wikipedia を見れば、どの文字がどの数字に対応しているかということが分かります。で、かつ、その、今、NGS のリードのファストキューでよく使われるのは、サンガ形式というものなんですが、サンガ形式の場合は、0から93までの数字を、ASCII コードで言うときの33から126の文字として表現しています。そのため、実際に数字に変換するときは、33をASCII コードから引く必要があります。で、フレッドクオリティスコアについては、ここ NAR の論文に詳しくまとまっているので、そちらをご参照ください。今のが塩基配列でした。次に、アライメントの、データフォーマットについて説明します。アライメントとは何かというと、塩基配列同士の対応付けのことです。特に NGS 解析では、リードを、ゲノム配列だったり、その、自分でアセンブリしたコンティグだったりに、アライメント、対応づけることが、行われます。実際には、その、リード上の塩基の何番目が、ゲノム上の塩基の何番目かを対応づけることに相当します。で、こういう、操作のことをマッピングとも言います。
また、アライメントにおいてはそのゲノムとリードが、関係性上非対称であることがあるので、ゲノムの方をリファレンスと呼んでリードの方をクエリと呼ぶこともあります。でこの対応のパターンなんですが、塩基は、実際にはその生き物なので変異があったり、あとはその NGS の読み取りエラーなどもあるので、完全マッチしないこともあって、例えば、ここは、A と A がマッチしてますが、で G がマッチしてますが、ここのは T と C がマッチして、塩基が違うことをミスマッチと呼びます。で、こちらの例ではリードの方、あ、このハイフンはそのリードがないリードで塩基が対応する塩基がないということを表します。ギャップとも呼ばれますが、リード側にこう、ギャップがあってゲノム側には塩基があるような状態のことを欠失と呼びます。で、ゲノム配列の方に逆にギャップが入っているときは挿入と呼ばれます。で、NGSデータ解析においてよく出てくるアライメントのデータフォーマットというのは BAM フォーマットと SAM フォーマットになります。で、SAM フォーマットの方は、テキストファイルで、 BAM フォーマットはバイナリファイルになっています。でちょっとかなり、項目が多いものになっているんですが、一番左の列から Q ネーム、クエリーのネーム、つまりリードのラベルです。次にフラッグといって、これはそのマッピングソフトウェアがこの、リードのマッピングがどんな性質だったかということをコードするのに使います。で、レフ、ここにレフって書いてあるんですけど、これは、R ネームって一般に呼ばれていてリファレンスネームです。例えばその人のデータを使うときにはクロモソーム1とか2とかということが書かれます。で、5番目が、はい、すみません、4番目です。4番目が、ポジションです。そのゲノムアライメントがゲノム上において何番目の座標で始まるかということを表しています。で、5番目がマッピングクオリティです。これは、さっきのベース塩基のクオリティではなくて、そのマッピングアライメントのクオリティっていうのをマッピングソフトウェアが計算してここに、表示します。で、6番目がシガーと呼ばれます、シガーストリングとかとも呼ばれるんですが、これは、ランデングスエンコーディングという形で、アライメントの状態を表します。例えば、QM っていうのは9個の塩基が M マッチしたよという意味です。で、例えばこっちの 5S6M というのは、どっちだっけ、 S が挿入かな、欠失か、 5S 欠失が5回あって、6個マッチがあるよ。だからこっちで、そうですという、要はこのシガーストリングを見れば実際にどういうふうにアライメント塩基の対応付けが行われているかということが分かります。で、次に7番目というのが RNEXT となっていて、これは、NGS のデータではペアードエンドといって、その塩基の端と端両方を読むというデータ形式が、NGS の実験手法がありまして、その場合にはその塩基の、そうするとそのリードが、ペアとして定義されるんですけど、そのペアのもう片方がそのゲノム上のどこにマッピングされてるかっていう時に、ここの列を使います。で、ここにイコールって書いてあるんですけど、イコールっていうのはこのリードと同じ、染色体に乗っかってるよっていうことを表して、で、もし例えば片方がクロモソーム1で片方がクロモソーム2の場合は、ここにクロモソーム2と書かれます。また、アスタリスクになっている時は、そのペアがいなかった、ペアがそもそもなかったり、ペアがマッピングされてないということを表しています。次に、
8番目は PNEXT といって、その先ほど言ったそのリードのペアのもう片方のリードが、どこの座標からマッピングが開始されているかということを表している。で、9番目が TLEN といいまして、テンプレートレングスの略なんですけど、この、リードの長さを、リードの長さかな？あ、すみません。ここでは、これとこれが、一番上と一番下の行がペアなんですけど、そのペアの時の、もともとのリードの長さというのを表しています。で、そのリード、符号付きと書いてあるんですけど、そのリードが、5ダッシュ側から出たか3ダッシュ側から出たかで、プラスとマイナスが、それぞれつきます。で、10番目が配列で、11番目が、ちょっとこの例では書いてないんですけど、そのリードのクオリティスコア、ファストキューと同じ、ASCII コードが書かれます。で、その後に、書いてあるのが、いろんなアトリビュートが書いてあるんですけど、ちょっと、詳細、かなり長くなってしまうんで、詳細はその、サムフォーマットとか検索したり、あとはここの URL を見ると詳しい説明が載っています。以上がアライメントの、説明でした。で、次にゲノム上の区間を説明します。区間というのは2つの座標で定義できます。2つの座標とあと染色体名ですね。染色体、どこの染色体かと、どこから始まるか、どこから終わるかの3つでゲノム上の区間を定義できます。さらに必要があるときはプラス差かマイナス差かを定義します。でストランド情報がないときは、何も書かなかったり、あとはピリオドで表現することがあります。でこれが例えば何に役に立つかというと、遺伝子というものを、ゲノム上で表現するときに使います。これは、常識的なので飛ばします。で結局遺伝子というのはゲノム上の区間として表現されるということを表しています。で一般に遺伝子構造というのはエキソンの区間というのを定義してあげて、イントロンはイオンには定義しないことが多いです。あくまでエキソンに挟まれた区間として定義します。でその他にも、ここにヒストン収縮があるとか、転写因子がここに結合しているといった情報も、ゲノム上の区間として表現されます。でこの区間を表すよく使われるのがベッドフォーマットという先ほどダウンロードしていただいたファイルになります。これはその NGS の解析だと NGS のリードがマップされた位置も表せます。その代わり、位置だけを表す、さっきのバムファイル、サムファイルをベッドに変換すると何が起こるかっていいますと、クロモソームとスタートとエンドとラベルとスコアとストランドってなって、そういう、フィールドしかなくて、例えば塩基配列を書くところがないんです。つまり、ベッドフォーマットに変換すると、そこの配列情報だったり、挿入欠失といったアライメント情報が失われるということになります。その代わりデータサイズはすごく小さくなって扱いやすくなるというメリットもあります。あとは遺伝子の位置を表すのには GTF フォーマットというのがよく使われます。これは塩基配列とあとソースっていうこれはなんかこの遺伝子モデルがどこから作られた、誰が作ったか、もしくはどういうソフトウェアで作ったかっていうのを表します。であとフィーチャーっていうのが CDS だったりコドンを表したりエキソン、ここはエキソンですよって表したりします。でスタートとエンドがあってスコアは何かつけたければつけるんです。であとはストランドがあってフレームというのはその CDS のコドンの読み取り枠です。それがこの区間この CDS
て、大抵これは、コーディング領域のエキソンなんですけど、このエキソンのスタートは、その読み取り、コードの読み取りにおいて何番目に相当するかっていうのを0、1、2、いずれかで表しています。で、あとは最後にアトリビューツっていって、こう、ジーン ID とかトランスクリプトの ID が並びます。で最後にそのゲノム座標上の数値データというのがあります。これは、NGS のリードのカバレッジだったり、進化的保存性、ファストコンススコアなどのスコアだったり、あとは GC パーセントといったものを表します。下に書いてあるのは、UCSC ゲノムブラウザから取ってきたもので、ゲノム座標に対して、リードのカバレッジがこう表現されていたり、あとはその保存性のスコアがこう連続的に表現されています。でこういうファイル、こういうデータを、表現するのによく使われるのは、WIG とか BigWIG という呼ばれるファイルになっています。で、BigWIG は結構、書き方にバリエーションがあって、ここでは説明しきれないので、こちらのを、詳しく見てほしいんですが、基本的には、何かこれからどういうふうに記述するよっていうのがあって、クロモソームは、染色体はどれですよっていうのがあって、その後に座標が書かれて、その座標に対するスコアが書かれているというものになります。で、あまりに大きいファイルの場合は、BigWig っていうそのバイナリにしたファイルにすることで、計算機上扱いやすくします。で最後に、座標には1ベーストと0ベーストがあるという話をします。先ほど座標を、1番目から数えていましたが、ここで、塩基が1文字目を、さっきは1番目って言ってましたが、実は全てのファイルがそうではなくて、ファイルフォーマットによっては、塩基の1番目を0として表現するものもいます。もっと正確に言うと、スタートの塩基を、スタートの座標を、0を始まりとしてやるものがあります。で、これは、間違えると結構、ちょっと悲惨なことになるので、そのファイルフォーマットがどっちのものなのかは、ちゃんとチェックした方がいいです。で、まとめますと、ファイルは塩基配列やアライメントや区間やカバレッジ、そして0ベーストと1ベーストという座標形があるということを話しました。ここまでで何か質問ありますでしょうか。ファイルの中には書いてないです。なので、そういうファイルフォーマットの仕様を確認する必要があります。で、ちょっと質問が出たので、そういう仕様が見やすいところを。これです。見えない。見えるか。UCSC の FAQ にその FAQ フォーマット .html っていうところがあります。で、それをこう開くといろんなファイルフォーマットについての説明が載って、例えばベッドだとベッドってクリックすると、これです。ちょっと書き方
にバリエーションがあるんですけど、ここで、クロムスタートっていうのが、最初の座標で、あ、すみません、区間のスタートの座標で、The starting position of the feature in the chromosome or scaffold って書いてあった後に、The first base in the chromosome is numbered 0って書いてあります。これは、1番目の塩基は0と数字が振ってありますよという意味です。というふうに、こう、一つ一つのファイルフォーマットについて、こういうところを、こういうページだったり、あとは、その、Google とかで、なんとか、なんとかフォーマットって、Google と、結構、最近は Wikipedia でも FASTQ ファイルとかだったら、そのページがあったりするので、そういうところを参照していただくと、いいのかな。では、次に、NGS データ解析、データ工事解析について話します。まずよく使われる解析環境やツールについて、話します。で、まず Unix というか、まあ、コマンドラインですね。Linux を使っている場合は、普通にターミナルを開けばいいと。MacOS 10を使っているときもそうです。Windows の方は、ちょっと、あんまり詳しくなかったんですけど、例えば SigWin だったり、その他のツールを使えば、そういうコマンドラインが、というか、そういう解析環境が整うのかなと思います。で、次に、Linux に関する知識ですね。が必要になります。で、ここに書いてるのはすごい基礎的なことだけなんですけど、そのディレクトリを移動したりとかファイルを操作したりとか、あとはパスを通すっていうのが結構最初、戸惑う方が多いと思います。これはそのなんかソフト、よくコマンドってソフトウェア名とファイル名とか、ソフトウェア名オプションファイル名とか書いてエンターを押すと実行されるんですけど、そのただ単にソフトウェア名を入れるときにそのシステムの側がそのソフトウェアがどこにあるかわからないときがあります。で、パスっていう環境変数を設定することでそれを探してくれるということがあります。こういう Linux 一般の話についてはこちらに載っている URL だったり、あとは先ほど紹介した NGS のなんだっけ速習辺の講習会のにも詳しく書いてあるのでそちらをご覧ください。であとはスクリプト言語というのを一つ学んだ方が便利というのがあります。スクリプト言語はそのコードを書くとその場でいきなり使えるプログラミング言語なんですけど、データの前処理などに、非常に便利なことがあります。で、有名なのだと Perl とか Python とか Ruby とか、あとは最近だと Julia といったものも出ています。できています。で、それぞれのプログラミングスクリプト言語はそれぞれ癖がとか書き方、文法が違うので、どれか一つを、自分の道具とした方が最初はいいかなと思います。で、よくある話として、全角文字入れると大抵動かなくなるので気をつけてください。あとは大文字と小文字は別に扱われるので気をつけてください。次に、R とバイオコンダクターについて説明します。R は結構生物系だと有名ですけど、その統計言語です。で、データ解析でよく使う、可視化だったり、統計検定だったり、クラスタリングといった基本的なことができます。で、Linux でも Mac でも Windows でも動くので、そういう他の、他で使ったコードを動かすっていう意味でもかなり便利だと思います。で、R で、便利なのがもう一つありまして、バイオコンダクターというのがあります。これは、その、
バイオインフォマティクスだったり、NGS 解析向けの R のパッケージを集めたサイトになっています。これは、結構使えるので、一回見てみるといいと思います。で、次に R の話が続くんですけど、R を GUI、クリックというか、コマンドラインだけじゃなくて、R をもうちょっと使いやすくするためのソフトとして R スタジオというのがあります。これは、何ですか？ちょっとデモをします。R スタジオのサイト自体は R スタジオって検索すれば出てきます。で、こういう感じで、ここにコードを書くんですけど、ここにコードを書いて、これで、こうショートカットキーで、とかランって押すと、それが実行されて、で、プロットとかが出るときにはここに出ます。狭い。で、普通のコマンドライン、この対話型のコマンドラインの結果っていうのはここに出ます。で、ここには、なんだろう、こう、今、メモリー上に載ってる変数とかが表示されます。で、あと、こういう、プロットを作ったら、ここでエクスポートってやると、セーブアズイメージとかセーブアズ PDF ってやれば、そのまま、図を保存することができます。なので、そういうデータ解析するときに重宝するツールになります。次に、まあ、ゲノムブラウザーは皆さんご存知だと思うんですけど、そのゲノム上に表現されたデータっていうのを可視化できます。いろんなゲノムブラウザーが世の中に出ているんですけど、IGV というのが有名です。そのインストールがしやすいのと、割と使いやすいのでいいと思います。であとは、レッドツールズというものがあります。これはその先ほどのレッドフォーマットを操作するコマンドラインツール群です。いろんなことができるんですけど、例えば、A と B という2つのレッドファイルがあったときに、それが重なる部分を取ったり、B に重なってる A を取ったり、B に重なってない A だけを取ったりということができます。これができると、例えば転写因子 A と転写因子 B 両方が結合している領域とそうじゃない領域だったり、そういうことを分けて、それをモチーフ解析にかけることで、そこに隠れている生命現象をサジェストすることができます。例えば、その他にもいろんな使い方ができます。例えば、この遺伝子の線ベースペア以内のピークを取ってくるとか、そういったこともできます。かなり、スイスアーミーナイフというか、便利なツールになっています。で、その他にサムツールズという先ほどアライメントを表現するのに使っていたサムやバムの操作ができるツールです。これも、データ解析でよく使います。あとは、ディープツールズとか NGS プロットっていうツールもよく使われます。これは何をするかっていうと、アグリゲーションプロットとか、メタジーンプロットとヒートマップを NGS データから簡単に作れるツールになります。アグリゲーションプロットっていうのは、転写開始点だったり、TSS だったり、転写因子の結合部位といった、そのゲノム上の点の集合に対して、その NGS のリードがどのように分布しているかというのを表したりします。例えば、これは、あるヒストン修飾の TSS 周辺での、
分布を表しています。あとメタジーンプロットというのはそのゲノム上の区間の集合ですね。例えば遺伝子領域だったりといったものに対する NGS リードの分布です。で、この例だとその実際には遺伝子の長さっていろいろあるんですけど、それを全部こう、0% から 100% にして、その時その5ダッシュ単から3ダッシュ単にどういうリードの分布をしているのかっていうのを表します。で、それを例えば別々のヒストン修飾について、同時に可視化してやることで、それらの性質の違いというのが、見えたりします。あとはまあヒートマップはまあこういうやつで、こういうのを作るのに、よく使われるツールが、ディープツールズだったり NGS プロットです。次に、よく使われる統計手法について話したいと思います。まずまあ統計手法っていうほどでもないんですけど、基本 R でできることとしてその量を見る、棒グラフを見てみる。例えば、チップシーク、転写因子チップシークだったら何パーセントのピークがその遺伝子の近くにあって、何パーセントのピークがイントロにあってといった、それを まず見てみるといったことがあります。あとは同じように分布を見るだったり、ここでは数の分布ですね。その発現量の分布がどういう形になっているかとか、それを遺伝子のグループで分けたときにどうなっているか、そういったものをヒストグラムで見たり、過去ヒゲで見たり、バイオリンプロットで見たりします。あとは変数間の関係を見るということで、散布図だったり、デンシティプロットっていうのがあると思います。これは、例えば、ある、ゲノム上の TSS 全部取ってきて、そこの周辺のあるヒストン修飾と別のヒストン修飾の、量の高の関係がどうなっているかといったことがあります。あとは層別ですね、ストラティファイとも言いますが、そういうデータを何らかのグループに分けてそれぞれで解析してそれを比較するということです。次に、クラスタリングについて説明します。クラスタリングというのはその何か外的なラベル指標があるわけじゃなくて、そのデータ自体からデータを分類するという方法になります。階層的手法と非階層的手法などあるのですが、階層的手法は大体一応業種型と分割型ってあるんですけど、大体ヒエラルキカルクラスタリングって、そんなに区別されずに呼ばれています。これは、ある一つの手法がよく使われているからです。一方で、そのヒエラルキカルクラスタリングの中でどういう距離法を使うかという違いはあるんですけど、それは例えばそのクラスタリングのソフトウェアの、マニュアルなどに書いてあります。あとは非階層的手法として、K-means クラスタリングや K-nearest neighbor アルゴリズムやスペクトラクラスタリング、ガウシアミクシャーモデルなどが、あります。で、あと、バイオでよく使われるものとして、バイクラスタリングというものがあります。これは、例えば、遺伝子とそのサンプルっていう行列があったときに、その行と列両方について階層的クラスタリングを行うといったものです。これによって、サンプルと遺伝子両方にの、に隠れたパターンっていうのが見えてくることがあります。で、次に次元圧縮、ディメンジョナルリダクションというものについて説明します。例えば PCA とかはよく使われるんですけど、要はそのデータがたくさんあったときに、そのデータを低次元に遮影してデータ全体の概略をつかむという手法になります。どういうことかというと、例えば遺伝子発現、一つの、サンプルの遺伝子発現データっていうのは、人だと遺伝子が3万個ぐらいあるとしたら、その3万次元のデータになっています。で、その3万次元の点が、例えば10個サンプルがあったら、3万次元の点が、10個、100個サンプルがあったら100個、
あります。でこれでそれを、がじゃあ一体どういう分布をしているのかっていうのを、クオリティコントロールの意味でもそうですし、データ解析の意味でも、知りたいというモチベーションがあります。そういう時に例えば PCA とか ICA だったり MDS、 最近だとディフュージョンマップや TSNE と呼ばれる手法を用いることで、こういう図を描けます。こういう図を描いて、例えばその自分が取ったサンプル同士が本当に、近くに行ってくれるのか、そうじゃないとしたらそのサンプルが実はヘテロジェネシティが高いようなものなのか、もしくはそのデータの質が悪かったのかといった、ことが分かりますし、あとはたくさん、細胞タイプ、セルタイプがあるようなシングルセルアレンシークのようなデータだと、これこういう次元圧縮をすることで新しいセルタイプが発見されたりするということがあります。次に DNA モチーフ解析というものを説明します。これは、ある配列群に濃縮した塩基パターンをモチーフとして抽出するものです。多数のソフトウェアが存在します。モチーフ解析で MIME というのが有名なんですが、MIME は遅いというかそのたくさんの配列に対応できないというデメリットがあります。MIME チップというのも作者たちが出してるんですけど、実際にはそのチップ C、たくさん、リードじゃない配列群を与えても、その中でダウンサンプリングして一部の配列だけで解析するというものになっています。で、そういった配列全体についてやろうとすると、例えばドリームだったり、フォーマーだったりっていうことを、ものが、有効だと思います。あとは、もっと細かい、塩基単位の、モチーフの違いみたいなのを見たいときは、MOX というのも使えると思います。で、あとはネットワーク解析について。簡単に説明します。ネットワーク解析というのは分子間、バイオでは分子間の関係を表現したものです。例えば遺伝子制御ネットワークだったり共発原遺伝子ネットワークだったり転写因子ネットワーク、タンパク質相互作用ネットワークなどがあります。で、ネットワークこういう、どういうデータを使うかによってネットワーク構築手法は様々あるので、ここでは、書きませんでしたが、その共発源ネットワークなどで調べてもらうといろんなツールが WGCNA など、そのデータに特化したツールというのがたくさん開発されています。で、あとこちらは、2012年に出た論文で DNSSEC の解析データから、転写因子 DNSSEC から、フットプリントといって転写因子を結合してたであろう、リードの痕跡というリードというかデータの中の痕跡というのを見つけて、それに転写因子モチーフを割り当てて、転写因子モチーフを転写因子ネットワークを再構築したという例になっています。で、この著者らはそれをやった後に、例えばその地下、そのネットワークの上流と下流でどういう特徴の違いがあるか。だったり、そのネットワークモチーフがその細胞間で保存されているかといったことを解析しています。あとは NGS 解析で、よくある問題として、多重検定補正というものがあります。多重検定問題というのは、なんですかね、検定って普通は1回なんですけど、 NGS 解析だとその例えば 発現量の変動、例えば発現量の変動はその各遺伝子で独立にテスト、検定をしてるんですね。そうすると例えば p バリュー 0.05 の解析でも1万回やればかなりの数の偽陽性が、全ての遺伝子が発現変動してないとしても偽陽性が出てしまうということで、そういうものを多重検定問題というんですけど、そういったものを補正する手法が必要になります。で、有名なのはボンフェローニ補正や、これ略して BH4 っていうんですけど、BH4、
あとは、すみません、これ誤植ですね。STOREAEY です。ストーレイという方法などがあります。詳しくは、こちらをご覧ください。上の方は私が昔発表したスライドで、下の方は、タンパク PNE って何でしたっけ、タンパク拡散酵素か、タンパク拡散酵素っていう雑誌が昔あったんですけど、そこで特集されていたその多重限定補正についての説明が、分子生物学会の方から公開されています。以上になります。NGSデータの解析の、基礎知識については以上になります。で、これから実習に移りたいと思うのですが、その前にここまでで何か質問などありましたらどうぞ。大丈夫でしょうか。では、実習に入ります。ユーザー ID はユーザー ID もらってない人いないです。全員に行き渡ったか。ではですね。では、さっきのスライドが置いてあるよって言ったページをにまた行ってください。はい、からですね、すいません。直前のアナウンスになってしまったんですけど、Google Chrome を皆さんインストールしていただけたでしょうか。最初、Safari とか Firefox でもいけると、サポートしてるよって書いてあったんですけど、実際やってみたら、うまく動かなかったので、Chrome に制限させていただきました。で、今ここに JupyterHub の URL という項目ができていると思います。で、まだクリックしないでください。先ほどユーザー ID を配ったんですけど、1番から10番の方、11番から20番の方と書いてある自分のユーザー ID の下2桁の番号に対応するところをクリックしてください。多分こういうChrome でやるとこういうエラーが出て、多分日本語だとプライバシーエラーって書いてあるのかな、出ると思うんですけど、これは、まあ、ある意味正しくて、その安全性が保証されてないサイトにアクセスするけどいいのって Chrome が言ってるんです。で、ここに、Advanced って書いてあって、日本語だと詳細情報かな、なるんで、そこをクリックすると下の方にこういろいろ書いてあって、一番最後にこれプロシードというどこどこ、日本語だとどこどこに進むですかね。このアンセーフってところ、もしくは安全ではないって多分書いてあると思うんですけど、そこをクリックするとこういう画面になります。はい、ではまず最初にさっきのいろんなプロットを作るディープツールズというツールを使ってアグリゲーションプロットを作成したいと思います。ターミナルが開かれました。で、ディープツールズについては、こちらをクリックしていただくと、ドキュメントがここに載っていて、あとはどんな図が作れるかっていうのが、エグザンプルがたくさん載っています。でですね、まず、皆さんには、ちょっと待ってください。データのダウンロードをしていただくんですけど、ちょっとこれは、
これはこっちはちょっと危険な、これやるとなんか超大容量のデータを取ってしまうので、あ、これは大丈夫か、これはちょっと置いといてください。こっち行きたいと思います。下の2番目のやつですね。この wget から始まって URL が書いてあるのを一つずつコピーして、さっきのターミナルにペーストします。ペーストしてエンターキー押します。この一番最後のやつをアドレスを直打ちしてやったときに、なんかテキストファイルが出ちゃう場合は Windows だとコントロール S かな、コントロール S で保存していただいて、それをアップロードしていただければ同じことができます。こういう画面になっている方はそのままちょっとお待ちください。皆さんできましたでしょうか。では次に進みたいと思います。一応というか、今やってたこと何かということを説明いたしますと、この W、 これがコマンドで、これが引数って言って、そのコマンドに与える、なんだろう、変数なんですけど、この wget っていうのはその何かをダウンロードするときに使うものですね。 wget なんとかってやるって、そのもののありかを URL を書くと、その URL のファイルをダウンロードしてくれます。で、普通のファイルだったら、さっき の、 あのエンコードプロジェクトのページみたいに、クリックしてダウンロードすればいいんですけど、自分のリモートのサーバーで直接ダウンロードするときだったり、大量のファイルをダウンロードしたいときっていうのは、こういうコマンドを使ってダウンロードするっていうことができます。で、ちょっと最初に説明し忘れてしまったんですけど、これは、今皆さんの手元にあるファイルのリストです。これは、ホームディレクトリーといって、まあ、その、よくある、ウィンドウを開いたらファイルが並んでるみたいな感じです。この画面になってたら、今必要なファイルを3つ手元にダウンロードできたことになります。で、今このじゃあ皆さん黒い画面に一回戻っていただいて、ここで ls って打ってエンターを押してもらっていいですか。そうすると今さっきのこっちの画面で見たファイルリストがこっちでも出ます。この ls っていうのはファイルのリストを表示するものです。あ、コマンドです。はい、今何をダウンロードしたかっていうことなんですけど、一つがなんとかなんとかベッドって書いてあるのでベッドファイルになります。でもう一つが
なんとかなんとか .bam って書いてるんで、これは、アライメントを表す BAM ファイルです。で、三つ目が何かって言いますと、これは、.bam.bai って書いてあって、ちょっと読み方は、bai か、もしくは bai なんですけど、これ何かって言いますと、BAM ファイルのインデックスファイルと呼ばれるものです。これは、BAM ファイルっていうのは、巨大、結構文字数が多いので、普通に、例えば、染色体3番目にマップされてるリードのリードを全部くれって言ったときに、それをこう全部上から見ていくとかなり時間がかかってしまうので、その染色体何番目のゲノムの染色体何番目にマップされてるリードっていうのはこの辺にありますよっていう索引があると高速にそのファイルにアクセスできるっていうトリックがあります。それをやるためのものが、この BAM のインデックスと呼ばれるファイルです。これが、BAM ファイルを、受け付ける多くのファイル、多くの、ソフトウェアっていうのは、この BAM ファイルのインデックスファイルがないと、うまく動作してくれないかったり、インデックス作れって起こったりします。はい。で、次に、すいません、固定できない方は、これを直接打ってもらうしかないんですが、この BAM のビッグウィグファイルへの変換というところにあるコマンドを、こちらのさっきのターミナルに打ち込んでください。これ実行したときに、そのインデックスファイルが古いって言って、そのまま実行が終わればいいんですけど、いつまでたっても実行が終わらなくなっちゃった場合は、そういう方います。その場合はですね、今も終わってない、はい、その場合はですね、こちらの画面に行っていただいて、このコントロールパネルというのをクリックします。そうすると、これは管理者用なんでアドミンってついてますけど、多分そちらにはストップマイサーバーとマイサーバーが出てると思うんで、ストップマイサーバーを一回クリックしてもらいます。その後に、もう一回マイサーバーって押して、で、そうするとまたこういう画面が出てくると思うんですけど、そしたら再度そのターミナルを開いてもらいます。で、その上で、一旦この RAM インデックスファイルを削除してもらって、もう一回その RAM インデックスファイルをアップロードしてみてください。この BAM のインデックスファイルが、何回かダウンロードしたために、カッコ1とかカッコ2とかついてると、エラーが出ます。そういう場合には、ここの横のチェックボックスを押していただいて、リネームって押して、名前を変更できますので、そうするとうまくいくと思います。こういう画面に、行ってもらって、これを削除してもらって、でもう一回、これをダウンロードしてください。自分のパソコンに。はい、削除するのはこの Jupyter 上で削除する。そうです。そうです。はい。
はい。うまくいったらこんな感じの画面にが出てきて、最終的に こういう myfile.bw っていうのができると思います。さらに長い感じになっちゃうんですけど、今何をしてたかっていうと、このバムファイルを、ゲノム上の数値データである BW というのはビッグウィグですね、ビッグウィグファイルに変換するということを行ってました。なので、配列の塩基情報、塩基配列情報とかは消えて、そのゲノム上のどの辺にリードが何個くっついてたかっていう情報だけのファイルにします。で、さらに、ここからこちらのコマンドを実行します。今質問があったんですが、こうや今ここにバックスラッシュが入ってるんですけど、そのこれ何かっていうと、これをバックスラッシュを入れると、その後エンターを押しても、その実行されずにさらにコマンドをかけるっていうものですね。で、これを何でやるかっていうと、オプションが多いときはこうすることによって、そのオプションをかけやすくなるっていうメリットがあります。ただ、今コピペしてもらうときに、その環境によっては、これのせいでうまくコピペができないことがあることが分かったので、そういう場合は、ここのバックスラッシュを消して、どんどんこう詰めていって、スペース区切りで、どんどん1行にしちゃってすると、コピペがしやすいのかなと思います。ちょっと試してみてください。進めたいと思います。で、環境的に難しい方はデモだと思って見ていてください。はい、なので進めます。すいません。一応解析環境を自分で整えた場合は、このようなコマンドで、実際今日と同じことができるようになっています。で、今のコマンド何したかっていうと、コンピュートマトリックスというコマンドで、マトリックスファイルっていう、これはディープツールズ独自のフォーマットです。そういう中間ファイルを、作りました。で、これを作ることで、ディープツールズは高速にいろんな、プロットを書くことができます。で、実際書いてみましょうということで、このプロットプロファイルっていうのを実行します。なんか今コピペするときこういうのが出ちゃうかもしれないんですけど、これは消していただければ大丈夫。で、今のコマンドがこういうコマンドだったんですけど、ここにアウトってあって、 example_profile1.png って言って、これがうまくいくと、ここに png ファイルが出てるので、これをクリックするとこういう図が出てきます。で、これ元のファイルが何かっていうと、元のファイルは、すみません、これ Gene って書いてあるんですけど、
元のファイルは、SUZ12 かなっていう転写因子のチップシークのをの、転写因子結合領域のベッドを中心として、その周辺1キロベースペアで、H3K27 アセチル化がどういうプロットをしているかっていうのを表した図になっています。こういうふうに、あるゲノム上の中で、ある点の集合に対して平均的にどのようなプロットが、カバレッジがあるのかっていうのを見るのがアグリゲーションプロットになります。でこれをさらにいろんなヒストン修飾で比較するしたり、あとは違う転写因子チップシークで比較することで、その転写因子とヒストン修飾の関係っていうのが見えてくるのかなと思います。では次に進みたいと思います。次は、モノクルによる1細胞 RNA シークデータの時間推定というものをやります。モノクルっていうのは、その先ほどお話した時間推定という方法を、シングルセル RNA シーク、1細胞 RNA シークデータに対してやるソフトウェアになっています。でこれは R で動くので、まず R を開きます。R を開くのは、ここの New を押して、R を押します。そうするとこういう画面が出てきます。で、R がまず動いていることを確かめるために、プロット、カッコ、カーズって打ってみてください。で、打って、これでエンターを押しても特に、動かないんですけど、これでここのなんか再生っぽいボタンを押すか、もしくはシフトと、エンターをシフトを押しながらエンターを押すと、ここの、この、四角がセルって呼ばれるんですけど、このセルの中のコードだけが実行されます。そうするとこういうプロットが出てくるかなと思います。では、続きまして、コマンドを一個一個実行していきたいと思います。この辺を適当にコピーして、これ何やってるかっていうと、ちなみにこの、なんだ。シャープか。シャープは、コメントアウトって言って、シャープの後に書いてあることっていうのは、その行についてはもう認識す、プログラムの側から認識されないのでっていうものです。なので、こういうコメントアウトっていうのは、何か、このコードがどういう意味あるんだよとかメモ書きするのに使われます。で、これを実行します。で、R においてこのライブラリーカッコって書いてあるのは、そのライブラリーっていう、その、ある特定のタスクをするための関数を集めた便利なパッケージを、ロードするためのものです。で、あとはデータ括弧っていうのは、これはR はそのテストデータみたいなのを内部に持っていて、そのデータを、ここではロードしています。で、実行中はここにアスタリスクがこの、セルの左側のところにアスタリスクが出るんですけど、その、アスタリスクが数字に変わるとそのセルの動作が終わったということを表しています。はい、実行はですね、こちらのボタンをあるセルに対して、あるセルを選択しているときに、ここのボタンを押すと、それが実行されます。
で、4番目、コードチャンクナンバー4とか、コードチャンクナンバー5って書いてあるんですけど、この辺で何やってるかっていうと、まずデータを準備し、そのモノクロ用にデータを準備してあげて、遺伝子を検出して、これシングルセル RNA-seq、 1細胞 RNA-seq のデータなんで、あんまり他の、特定の細胞にしか出てない遺伝子は除くっていう操作をしています。それはなく、シングルセル RNA-seq のデータはノイズが多いため、そのノイズを除いているものだと理解してください。そうするとこういう表ができますということになります。で、ここでは、発現量を遺伝子全体についてプロットしている、QC 的な図になります。で、ここでは、こちらで選んだ遺伝子というのについて、遺伝子を選んであげて、発現量が変動している遺伝子っていうのを取ってあげて、さらにここでは、MyOG と ID1 について、発現量の分布を見ています。これは、これが ID1 で、MyOD で、EM と GM かという2つの媒質なんですけど、一個一個の点が、細胞を表しています。で、各細胞の発現量が、このように分布しているよという図になります。ここでも、遺伝子のフィル、発現している細胞があまりに少ない遺伝子は、ノイジーだろうということで、そのような遺伝子を除いています。それが13番で、その次では、そのようなフィルターをかけたデータを作ります。で、リデュースディメンジョンで、先ほど言った次元圧縮といって、細胞 RNA-seq のデータを二次元に遮影するということを行っています。で、さらにオーダージーンで、遺伝子の、データ上の順序というのを決めてあげて、プロットスパニングツリーで、ミニマムスパニングツリーといって、PCA みたいに、データが二次元に配置されたときに、すべてを通る、パスが最初になるようなツリーを探すということを行います。で、このツリーの、黒いところを見ると、これがなんか発生文化を表現しているのかもしれないという図になります。はい、ここでは2時間シュードタイムに沿って遺伝子発現を選ん
選んだ遺伝子について発現量を分布させるということであります。詳しくは、説明しないですが、さっきの次元圧縮の結果からステートを 1,2,3 つのステートに細胞を分けてあげて、そのようなステートごとに遺伝子発現がどう変わっているかというのを示したのがこの図になります。ちょっと見づらいんですが、5個遺伝子についてステートごとの発現量の分布っていうのを表しています。で、これも遺伝子発現を、疑似感に沿って見ることで、分化過程、細胞分化過程に沿った遺伝子発現を見れるという図になっています。これは、その疑似感に沿った発現量や、ステートごとの発現量と比較するために、その同じじゃなくて、その別の遺伝子について、今度はサンプリングしたタイムポイントごとに発現量をプロットして、ステートをさらにこう細胞のステートで色分けするということを行っています。最後は、疑似感にシュートタイム、疑似感に沿った、発現、全然見えないですね、ちょっと濃く薄くて見えないんですけど、こういう、等高線みたいな図が出てきて、これは、発現量が、X 軸が疑似感で、それに沿ってどう動くかっていうのを、発現のパターンを遺伝子全体でクラスタリングして出てきたクラスターを表示しています。こういうふうに、その疑似感に沿った共発現クラスターというのも取ることができるということになります。ですね、最後に、R 使うときにはよくやるんですけど、最後にここにセッションインフォって打つと、このセッションで、セッションというか、その R 実行したときに使った R のバージョンだったり、そのパッケージのバージョンというのが全部表示されます。これを、どっかにメモってコピー、本番で実際に自分が解説するときにメモっておくと、その論文に書くときにどのバージョンでやったかとか、あとはそのバージョンによって微妙に挙動が変わることとかもあるので、そういう再現性を確保する意味とか、あとはその学生さんと助教の先生とか、そういうところでコードをやり取りするときにこういう情報も残しておくと、便利というか、こういう情報は実験ノートを書くのと同じぐらい重要なので、ぜひ残してください。すいません、駆け足になりましたが、実習というか、最後の方デモになってしまいましたが、ちょっと時間オーバーしてますが、最後に少しだけ、NGS 工事解析の自主学習の方法について話したいと思います。
今回、解析環境をこちらで用意したのですが、実際自分で解析環境をセットアップするときは、こちら、2つぐらい選択肢があるかなと思って、1つが次世代シークエンサードライ解析標本を買ってやる。もしくは NGS ハンズオン講習会の資料を読んで自分でやってみる。あと、こちらでしたら、例えば京大だったら、その、情報系の学生さんを捕まえて聞くとかもあるのかなと思います。で、あとは、調べる方法についてですが、一般的な方法から言いますと、普通に Google で検索すること、例えばエラーが出たときに、そのエラーメッセージをそのまま、検索窓に入れて、あとパッケージ名入れて検索すると、世界中の誰かが同じようなエラーを報告して、それに対して誰かがこうやったらエラーを解決するよって書いてあることがあります。そういう意味で、Google 検索というのは実はかなり汎用的な、エラー対処ツールになります。で、2つ目が、QA サイトというものです。これは、Yahoo 知恵袋とか教えてグーみたいな感じの、要は質問サイトですね。で、それの、NGS 解析とかバイオインフォマティクス解析版というのがいくつかあります。1つが、日本語のやつがライフサイエンス QA というものがあります。これは、日本語でそういう質問を投げられるっていうのがすごいメリットになります。あとはシークアンサーとかバイオスター。これらはすごい、NGS 解析でエラーが出たときに、検索でもよく出てきますし、その中で検索、このようなサイトの中で検索したり聞いてみるってこともできるかと思います。で、3つ目ですね。で、誰かに聞くっていう、その、人に、オフラインで聞いたりとか、あとはメーリングリストで聞くってことがあります。日本には、NGS のユーザーの、日本最大のコミュニティとして NGS 現場の会というものがあります。自分も今スタッフをやってるんですけど、そこのホームページに行っていただくと、メーリングリストへの参加の方法などもわかるので、そこで、質問を投げるということもできます。NGS 現場の会は、そういう解析の質問だけじゃなくて、こういう、研究がしたいんだけど、こういうシーケンシング戦略でいいかというような質問も投げることができます。で、あとは、誰かに任せる、共同研究したり、自宅解析するっていう方法もあるかと思います。あとは、積極的に、同じですけど、オフラインで相談するっていうことも一つ手だと思います。で、NGS 現場の会の宣伝なんですけど、第5回研究会という、初心者からベテランまで、学生から教授まで、研究者、技術者、営業、企業の方、医学、農学、薬学、工学、基礎科学、NGS というツール以外は、特に、NGS というツールで現場で研究している2人、活動している人が集まるオープンでフラットな会になっています。来年の5月にあるので、もしよろしければご参加ください。あとは、先ほど言いましたが、NGS 現場の会ではウィキなどもありますので、そちらもご活用ください。で、あとは、よく聞かれる質問として、どうやって、どのソフトを選べばいいのっていう、性能が良いソフトを選ぶか、みんなが使っているソフトウェアを選ぶっていうのがあると思います。性能っていうのは、大抵、そのソフトウェアの論文とか、あとエバリエーション論文とかアセスメント論文っていって、そのたくさんのソフトウェアを、同じベンチマークセットで比較した論文っていうのがありますので、それを見ることで、そういった論文を参照することで分かります。あとは自分、そういうものがないときは自分 でテストデータセットを用意して、それを評価するっていうこともできると思います。あとはみんなが使っているソフトウェアっていうのがあります。で、これは難しい問題なんですけど、その多分実験手法でもあると思うんですけど、みんな世界中の人が使ってるからといって、そのなんか収量が世界最大ではないみたいな、とかそういうことは、とか精度が世界最大ではない、最高ではないってことはあると思います。一方でそのソフトウェアもそうで、その世界最高性能であっても、そのドキュメントが親切じゃなかったり、インストールがしづらかったりすると、それだけでこうユーザーが減っちゃうので、そういう意味で、みんなが使っているソフトウェアは世界最高であるとは限らないんですが、でも、メリットとしてはノウハウが豊富なため、エラーが出た時に検索してすぐ出てくるということと、あとはあまり使われない論文をわざわざ選ぶと、なんでわざわざそれ選んだのっていうことを
論文のメソッドとか、リザルトの中に書かなきゃいけないことがあるので、そういう意味でもみんなが使ってるソフトウェアを使うっていうのも一つの戦略かなと思います。長々と失礼しました。NGS データのフォーマットやツールや、統計手法ノウハウについて説明いたしました。質問などありましたらお願いします。一応講義はここで以上です。